皆さんこんにちは。テクニカルインストラクターの大和です。この動画では VMware が提供している認定資格の一つであります、今回は VCTA DCV という認定資格についてご紹介したいと思います。 VMware さんの認定資格というと、まずパッと頭に浮かぶのは、おそらくほとんどの方は VCP、 VMware Certified Professional、 とても有名な認定資格なんですけれども、実はこの VCP レベル2相当です。で、このレベル2という意味合いなんですけれども、実は VCP の一つ前の段階ということで、レベル1、これが VCTA DCV なんですね。で、まあ、VCTA なんですが、 VMware Certified Technical Associate という名前がございまして、アソシエートっていうと基本的にはまあ新人の方だとか、まあ、本当に今レベル1というふうに申し上げましたけれども、まあ、入門編ということをよく示すのに使われるようだったりします。この動画では VCTA DCV の概要と、あと試験の内容ではどのようなことが聞かれるか、これは公式のですね、試験ガイドというのがありますので、こちらをまあ一緒に見てみる動画の中で説明をさせていただきますし、あと最後に VMware さんが提供している VCTA DCV 対応の公式教材、こちらの名称だったりアクセス方法についてご紹介したいと思います。それではまずはじめに VMware が提供している VCTA DCV について、まずは資格の概要を見ていきたいと思います。今表示しておりますこちらのページでは、右上のロゴマークをご覧いただきますと、 VMware Certified Technical Associate ということで、まあ、通称 VCTA のロゴが表示されています。他の動画でもご紹介していますけれども、 VMware の認定資格というのは、認定資格の名前の後に製品トラック、そしてあとは受験者が合格をした年が入るようになっておりますので、まあ、こちらだとデータセンターバーチャリゼーション2022ということで、まあ、この DCV という認定資格に2022年に合格しましたよという方は、こちらのロゴが授与されるという形になります。ではこの VCTA DCV なんですけれども、オーバービュー見ていきますと、まあ、ここにあります通り、私もこう認定資格をご紹介するときにですね、レベル1、レベル2、レベル3、レベル4ということで、VMware の認定資格はまあ4段階制だというふうにお話ししておりますので、まあ、レベル1に来てますよということがここで確認ができます。レベル2が VCP ですね。はい、で他のレベルの認定資格については、また別動画でご紹介予定です。で続きまして、こちらのサーティフィケーションパシーズというところで、New to VMware Certifications。こちらは初めて VMware の認定資格を取る方向けということで、まあ、基本的にこの資格自体は、本当にこう仮想化の初めてをですね、こう学習したいという方向けのものになっておりますので、まあ、ここのサーティフィケーションパスというのも、初めて VMware の認定資格を受ける人向けという情報だけになっております。他の、まあ、VCP なんかですと、たくさんここ、取得をされるパスってあるんですけれども、まあ、とてもシンプルなのがいいですね。はい、ということで、この認定資格取得するためのステップなんですが、ステップ1、Recommended ということで、まあ、これ推奨なので、必ずこれをやってくださいというわけではないですと。ただ、望ましいということなので、じゃあ何が望ましいかというと、Attend one of the training courses ということで、クリックをすると、この VCTA DCV は VMware データセンター仮想化 Core Technical Skills という名前の、これはオンデマンドの学習コンテンツを VMware さんが出しになっています。で、これどなたでもご受講できるかっていうと、こちらの下にあるんですが、 VMware さんはその学習コンテンツを有償サブスクリプションで提供しています。まあ、厳密に言うと、まあ、これサブスクリプションの段階が3段階あるんですけれども、一番まあエントリーのものがベーシックっていうものですね。これは無料なんですけれども、
ベーシックにも上のものにプレミアムというものと、あとまあエンタープライズという、まあ、2つありますので、このどちらかをご契約いただいていると、この、トレーニングコンテンツを閲覧することができます。はい、まあ、もちろんこれを使わなくてもご自身で VMware ハンズオンラボですとか VMware のドキュメント、あるいは書籍などを、まあ、ご覧いただいてですね、そこで勉強した知識で、まあ、資格にチャレンジするというのもいいと思います。この動画では後ほどこちらのコンテンツのアクセス方法ですね、サブスクリプションを持っている想定でのアクセス方法についても触れていく予定です。はい、そしてステップ2はリクワイアード、これはもう必ず、こちらのですねステップを満たす必要がありますということで、 Pass the Associate VMware Data Center Project Session Exam ということで、まあ、試験に合格しましょうということです。はい、試験タイトル、時間、クイズの数、あとは、金額ですね。では、次にこの試験の内容について見ていきたいと思います。ではこちらをクリックしたページが次のこのページです。こちらのページでは今すでに確認をしましたけれども、この認定資格試験の概要確認ができます。言語は英語となっていますが、こちらの表記とは別に、実際に受験時に日本語など他の言語を選択できる場合もたくさんありますので、こちらの提供言語については予約画面をですねご確認をいただいて、まあ、ジャパニーズというのが選択できるかどうかというのを一度ご確認いただくことをお勧めいたします。クイズの数は51問、そして時間は、まあ、およそ、まあ、2時間ですね。120分だから2時間ですので、まあ、プラス15分ぐらいあるという形なので、まあそうですね、1問に対して2分から3分ぐらい時間をかけられるというペースになっていますね。そして合格スコアは500点満点中の300です。まあこれもスコアが300というのは他の VMA の認定資格も共通してますので、まあ、特別高くもなく低くもなくといったような感じです。あとは試験の形式は単一選択か複数選択ですね、プロクターと言いますが、まあ、これは試験官による、まあ、監視が行われた環境で行いますよというものになっておりますので、これはまあその試験会場に足を運んで、まあ、そして決められた席で、監視カメラの配布配下でですね、監視下で受験をするということですね。あるいは、ご自宅の、まあ、コンピューターなどを使っても現在はこう受験できる形式っていうのもありますので、まあ、環境が整っていればそのようなオプションも、使用することができます。私もですねよく自宅の、まあ、自分のデスクで認定資格試験を受けることが結構ありますので、まあ、機会があればまた別の動画などでどのような机の配置になっているかなですね、ご紹介したいなと思います。まあ、すでに上げているブログ記事もありますので、こちらについては概要欄の方に掲示を、ね、しておきたいと思います。あと、まあ金額は $125 ということで、他の、まあ、VMware の認定資格よりかは比較的、まあ、リーズナブルな金額になっております。それではこの後なんですけれども、いよいよこの認定資格の中でどのようなことが出題されるかについて解説をしていきたいと思います。このどんなことが聞かれるかについては、 VCTA DCV だけでなくて他の認定資格も実はこのダウンロードエグザムガイドというところをご覧いただきますと、ここに実はかなり重要な情報というのが載っていますので、一緒に見ていきたいと思います。こちらのエグザムガイドなんですけれども、いずれの VMA の認定資格試験にも個別にですね存在している PDF ファイルです。ご覧いただきますと、試験の番号ですとか、あとはその出題の問題数、合格スコアなど、すでに見た情報も載ってるんですが、特に私が皆さんにここは必ず読んだ方がいいですよというふうにいつもご紹介しているのがエグザムセクションというところです。はい、
まあ、簡単に言えばこんなことを試験で聞きますよということを書いてくれてる部分ですね。でセクションの1から7ありますが、例えばセクション1はアーキテクチャ&トラテクノロジーズということで、まあ、製品のアーキテクチャやあとはこう技術、またプロダクツ&ソリューションズ、製品やまあソリューション、ちょっとまあ抽象的な表現のものも確かにあるかなと思います。でここだけだとちょっとわからないなっていう人もいると思いますので、このセクションをさらに細かく分類してくれているのがこの2ページ目以降になってきます。はい、で例えばまあこれ全部読むとすごく時間がかかってしまいますので、紹介しやすいものを今回は動画の中で取り上げたいと思います。で例えばまあセクション1アーキテクチャとテクノロジーということで、まあこれじゃあ具体的にどんなことについて聞いていくかなんですけれども、じゃあオブジェクティブ 1.1、 こちら見てみますと Identify how physical resources are presented to multiple virtual machines ということで、どのようにして物理的なリソースが複数のバーチャルマシンに対して提示されているかという、まあ、その仕組みの部分ですね。はい、であとはそうですね、他には Identify how virtual resources can be shared across multiple virtual machines ということで、今度はまあ複数のバーチャルマシンが物理的なリソースをどのような仕組みでシェアをしているかですね。で、まあ、ここは物理リソースというと CPU、メモリ、ネットワーク、ストレージ。私はいつもまあこれ4大リソースとか、まあ、ちょっとかっこいい言い方をしてるんですけれども、そのリソースの種類によって、この仮想マシンの間でですね、これシェアされる仕組みが実は違うので、メモリの場合だとこうですよねとか、CPU の場合だとこうですよね、ディスクの場合だとこうですよね、ネットワークだとこうですよねっていうふうに、まあご自身が他の誰かにこう簡単に説明できるような状態になれば、まあ、1.2 とか、まあ、1.1 についてはクリアと言えるんじゃないかなと思います。あとまあそうですね、オブジェクティブの 1.3 なんか見ますと Identify examples of type 1 type 2 hypervisors とありますが、この type 1 type 2も、まあ、Google なんかで検索しますとホスト型ハイパーバイザー、ベアメタル型ハイパーバイザーなんていう方もいますね。で例えばまあこれも、まあ、皆さんにぜひ調べていただきたいなと思うんですけれども、タイプ1はあれベアメタルだったかな、あるいはホスト型だったかな、タイプ2はどっちだったかな、あるいはあれ VMware の V スフィアハイパーバイザー、まあ、ESXi のことですね、はどっちだったかな、そのカテゴリーに対してこう製品がどっちかっていうことがパッと頭に出てくるような状態になれば、まあ、いいんじゃないですかねといったような感じで、まあ、全部説明するとすごく時間かかってくるので、ここで私が皆さんにお伝えしたいのは、あこういうこと聞かれるんだなということがまあここで分かってきますし、逆に聞かれないことも分かるんですね。セクションには VMware Products and Solutions ということで There are no testable objectives for this section。 この試験ではこの、まあ、VMware の製品やソリューションについては、まあ、聞きませんよとか、 Planning and Designing、 これも、まあ、計画とか設計関連についてはこの試験では尋ねませんよということで、他の試験でカバーしている内容なので、まあ、聞いてこないということです。まあ、冒頭私が挙げたですね、まあ、3つのオブジェクティブについては、あんまりこう V スフィアというかは、本当にこう仮想化の基礎の部分だったんですけれども、まあ、じゃあ特定機能について何を勉強したらいいんだという方に関しては、まあ、よく見ますと、まあ、例えばこう VMA の V スフィアで特に有名な機能というと、やっぱり V スフィア、V モーションじゃないですかね。この今、ハイライトしている部分については、Identify the functionality of the vSphere vMotion and Storage vMotion technology ということで、vSphere vMotion や Storage vMotion の機能について説明ができる状態になってますかとか、あとはその利用ケース、どんな時に使う機能ですかとか、他にも、Identify the characteristic of vSphere availability and fault tolerance ということで、
VSphere1A と Fault Tolerance、 これ両方とも、まあ、障害に備えるための機能ですけど全然違う動きしますので、HA はこういう動きですよねとか、 FT はこういう動きですよね、あるいは使える条件ってこういう条件ですよねということを説明ができる、まあそうですね、あくまで VCTA ってレベル1なので、まあ、VCP でも同じように試験ガイドを見ますとやっぱりこの辺りの主要機能って聞いてきますので、まあ本当にこう機能のコンセプトとか概要ですね、まずはご自身で理解して、まあ、特にこう同僚の方とか、まあそうですね、まあ、身近な方にこう説明できるようなレベルになれば、まあ、十分これは VCTA の対策ができると言えるんじゃないでしょうか。あとは VMware Hands-on Lab を使ってこれらの機能についてご自身で実演ができるようなレベルになるとよりいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、やっぱり挙げました通り VSphere HA のこちらもですね、Identify How to Configure VSphere1A、まあ、設定の仕方ですとか、あとは How to Configure VSphere DRS ですね、まあ、これの設定の手順、 How to Configure EVC ということで、はい、これらの機能もやはり出題範囲ということでございます。はい、まあ、あとは、セクションの5、6ですね、これらについても There are no testable objective for this section ということで、パフォーマンスのチューニングや最適化、アップグレードは出題範囲ではありません。トラブルシュートやリペアについても同様です。セクション7は Administrative and Operational Tasks ということで、こちらに関しては結構出題ありますね。例えばバーチャルマシンのスナップショットの作成や管理、あとはバーチャルマシンのテンプレートクローン機能の使用方法とか管理ですね、といったように出てますので、まあ、ここまでご覧いただきますと、ああこの機能について勉強しておけばいいなということが本当にですね分かりやすく書かれているのでおすすめです。はい、あとはこれ先ほどご説明させていただきました VMware のラーニングサブスクリプションでご覧いただけるオンデマンドの学習コンテンツですね。リファレンシーズに参りましたが、こちらにはこの試験の準備に役に立つ URL というのがまとまっております。前半の方は VMware の公式サイトや KB ページ、ブログ、ドキュメントといったような、まあ、とても一般的な情報なんですけれども、後半になってきますと少し URL 長めですね。でこういったものも、まあ、それぞれアクセスをしてみてですね、あこのあたりは読んでおいた方がいいんだなということが分かりますので、まあ、ぜひですね、ちょっと量多いんですけど、まあ、これも試験対策とても役に立ちますので、すべてを1日で見るというのは少し大変かもしれませんけれども、1日3つ見ようとか5つ見ようとかで、また出てきたページもすごく長いので全部目を通せるに越したことはないと思うんですけれども、まあおよそこう全体像をつかむというですね気構えでご覧いただくといいんじゃないかなと思います。はい、後半は本当にもう URL のラッシュですね。あとはまあ一部コメントになっているものもありますね。ここは特に見ておくといいですよということです。はい、思った以上に長いですね。まあでもこれ長いっていうことは情報が豊富だっていうふうに受け取れますのでね。はい、まあ、ポジティブにぜひ考えてみましょう。はい、ということで、あこれで終わりですね。最後は、まあ、この試験のコンテンツの作成に携わった方ということで。はい、お名前が出てますね。はい、試験作成いただいた皆様に感謝ですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらの PDF ガイドが VCTA ももちろんそうなんですが、他の科目にもこういうエグザムガイドありますので、ぜひ活用されてみてください。それでは最後になんですけれども、この VCTA-DCV の、まあ、学習用のオンデマンドコンテンツがありますので、そちらのアクセス方法をご紹介していきたいなと思います。まず、この動画の
中盤の方にも紹介していますが、 VCTA DCV 対応のオンデマンドコンテンツを閲覧するには VMware Learning Subscription と呼ばれております、この学習用の専用サブスクリプションの契約をお持ちである必要があります。で、ラーニングサブスクリプションにはベーシック、プレミアム、そしてエンタープライズというですね、この動画撮影時点では3種類のサブスクリプションがあるんですけれども、今回ご紹介するコンテンツはベーシックではなくプレミアム、そしてエンタープライズのですね、2つで閲覧可能なものになっております。で、私はですね、この、プレミアムのサブスクリプションを持っていますので、画面の方ですね、どういうふうにアクセスするか、こちらについて手順をご紹介したいと思います。まず今表示しておりますこちらのページは VMware カスタマーコネクトラーニングというページでございまして、で、右上に、サインインというのがございます。サブスクリプションを、所有するには VMware ラーニングのアカウントが必要となりますので、ここで所有されておりますアカウントを入力します、そして、これ特定の会社様の場合になってくるんですけれども、 VMware ラーニングのログイン画面の後にすぐこのように VMware のパートナー向けのページですね、パートナーコネクトというのが出てくる方もいらっしゃいます。こちらについてはご所属の組織が VMware 様とパートナー関係にあって、こちらのパートナーコネクトにユーザーアカウントを持っていると2回目のログイン画面が出てきます。こちらが表示されない方もいますので、人によってここのログインまでのシーケンスが変わると思ってください。現在ログイン完了を待っております。はい、でログインを完了しますと、その都度アカウントに関連づいているニュース情報などが出てきてくれますが、今回こちらは閉じておきます。それでは VMware カスタマーコネクトラーニングにログインができましたので、これより VCTA DCV に対応しているコンテンツのアクセス方法のご紹介をしたいと思います。で、まず学習コンテンツを検索するときにはスクロールダウンいたしますと、こちらに検索ボックスがございます。で、基本的にご覧いただくとページ自体は英語になっていますので、下の方に行きますと、ここにもそのコンテンツ載っているんですが、はい、どれを見ても英語のタイトルなんですね。こちらに載っているのは全てそうです。ちなみに各コンテンツにはベーシックや、あとはプレミアムといったように、このサブスクリプションのレベルを示す記載もあります。で、一度閲覧をですね、するというふうに申し込み登録したものがエンロールドというふうに出ていますので、ここで自分が今学習中のコンテンツだなということも確認ができます。はい、それで、今回この動画は特に日本人の方、日本語がわかる方が、VCTA DCV を準備したいなという方だと思いますので、データセンターと入れてみます。そうすると、実は一部のコンテンツに関しては日本語で提供されています。そして非常にありがたいことに、VCTA DCV の対応コンテンツはこちらにあります VMware データセンターの仮想化コアテクニカルスキルというタイトルですので、検索の方法としてはデータセンターというふうに入力をしていただければ該当のビデオコンテンツ一発で出てきます。それではこちらをクリックしてみますと、私の場合はコンプリーティッドとなってますので、以前に実はもう受けたことがあるのでコンプリーティッドなんですけれども、これから受けますよという方はゲットスタディされてください。はい、今回に関しましては
くまでもこちらのコンテンツのアクセス方法をご紹介するということを主目的にしておりますので、コンテンツの高みについてはぜひサブスクリプション契約をしてみてですね、中身をご覧いただければと思います。こちらのコンテンツでは、55個のレッスン、そして中間ではいくつか小テストなどもありますし、シミュレーターを伴いました操作の演習などもあります。普段 VMware のインストラクターとして私もさまざまな製品トレーニングを提供していますが、これ基礎編とはいえとても細かく VMware さんの vSphere という製品魅力をですね、たくさん伝えてくれるすごく優れたコースです。初級編にしとくにはもったいないなというふうに感じるものなので、ぜひ多くの方にお聞きいただきたいなと思います。そしてぜひ VCT、DCV にもチャレンジをいただきたいなと思います。では、以上でこの VCT、DCV の概要動画を終わりたいと思いますが、ぜひ皆さんですね、ご質問とか、あるいはこんなものも見たいなというふうに、動画のご要望とかがあればですね、Twitter とか、あとは YouTube のコメント欄とかにもぜひメッセージいただければ、こちらもですね、時間を見て、皆さんにニーズがありそうなものっていうのをご用意していきたいなと思っております。いつも視聴いただきましてありがとうございます。